そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり、後の言葉迷いながらそっと言った。街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時の、好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜はね、街の明かりを歌いました。2020年8月の31日、月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてまして、今日8月最後ということでね、ほとんどね、もう放送の世界はさ、ね、9月から10月から変だよね。で、今日、ラジオ聞いたらさ、TBS のさ、あれ、TV、あれ、夜のもう10時から、今日さ、10時からやってる、おじゅうえさんです。あれ、議会移動するみたいで、それでね、10月からね、9月いっぱいで終わって、アクションが終わるみたい、あれ、アクション、アクション、あれ、3時半ぐらいやってる、あの時間帯移動するみたいね。楽しみね、ほんとね。来月からこの夜の10時台がね、TBS は変わったらしくなんだね。わあ、ちょっと楽しみ。何があるんだろうな。まあ、今までだったら、大泉さんのセッションが、アクションが終了して、そこに移動して、楽しみね、どうなるかね。10月から、9月いっぱいで今の夜の10時はこれ、今でも番組終わりね。楽しみだ。まあ、今日もね、YouTube でライブ配信しようかな。夜の、この楽しい TBS の夜10時、何やんだろうね。まだ発表してない。まだ多分今日はね、今やってんのがね、9月いっぱいで終わって、あれ、夕方に移動するだけで、あえてこの夜の10時。ちょっと楽しみで、何やんだろうな、ほんとね。楽しみだ。今日もね、YouTube でライブ配信します。どうかな？生存確認2020年8月31日の水曜日、行こうか。あ、また？最近なんか起きるな。どうしてんだろう。なんで？最近感染が弱いのかな。やり直す、あれ。起きるか。
もう一回やってみる。2020年8月で。なんで2020年8月で31日だけ。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように触れる肩のぬくもり、感じながら話をもっともっとできるならば、今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり、後の言葉迷いながらそっと言った。街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで、君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。 Once more。 そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり、感じながら話をもっともっとできるならば、今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり、後の言葉迷いながらそっと言った。街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで、君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つも芽生えそうな胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜はね、街の明かりを歌いました。2020年8月の31日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。どうもこんばんは。あ、ゲストさんどうもね。ちょっと回線の調子悪いけどね、ローカルでアップしますんでね、どうもね。来なくてもいいです、別に。いつも通りなんで来ないの。ね。自己満足なんで、どうもね。生存確認の一環として動画アップしてるだけなんで、ね。別にいいですよ、来なくて。そんなもん、いつも通りなんでね。ちょっと回線が、じゃあ。さて。今日のお夜食行こうか。今日のお夜食持ってこ、早速ね。
今日早くてよかった。まだ11時前だね。そうです。まだけどもね、見る人がいようがいまいが、動画は生存確認の一環としてアップするだけなんでね。ただそんだけなんでね。はい、どうもね。さて、今日はね、サバ缶のサラダか、サバ缶。サバ缶のサラダにサバ缶で。サバ缶行こうか。今夜サバ缶。今夜サバ缶を食べようか、サバ缶。お皿にね、今日ね、サバ缶。サバの水煮缶。これね。サバ缶。さっぱりと。よし、全部、汁ごと全部ね。サバ缶入れます。とか、これはどこだ、これ、190だっけ、これ。適当に崩してね、サバ缶。サバ缶適当にね。で、みょうが。みょうがね。みょうが。みょうが刻んだの。はい、完成。サバ缶とみょうがの、これさっぱりといこうか。はい。こんにちは。あ、これ今日はサバ缶とみょうがね。今夜サバ缶とみょうが、こんばんは。ラスさんどうもね。これサバ缶とみょうが、サバの水煮缶とみょうが。で、味付けか、味付け。で、ドレッシングこれ。じゃあこれにドレッシングかけようか、ドレッシング。サバ缶とみょうが。いい香りや、みょうがの香り。みょうが3個分、1パック分ね、みょうが。みょうがと。ね、ごまわさびドレッシング、ごまわさびドレッシングかけよう。ごまわさび、これはノンオイルじゃないです。ごまわさびドレッシング、ノンオイル、ノンオイル。じゃあこれで、はい、お、じゃあこれで一杯いこうか。みょうがとサバ缶ね。でドレッシングかけて、どうもこんにちは。どうもありがとう、ゲストさんどうもね。じゃあ飲み物持ってくるね、今日はこれで。ゴールドマスター、じゃあゴールドマスターで、また不安定な回線がな。どうも、回線が不安定だ、回線が不安定。まあローカルでもね、あとね、終わったらアップするんでね。サバの水煮缶とみょうがね、まあ、では発泡酒。乾杯。回線が不安定ね、なんかしょうがないね。まあしょうがない。
終わったね。久保さんどうもね。いつもね、これ終わった、配信終わって1時間ぐらいさ寝るよ。うまいな、うん、入ったよ、うん、みょうがさっぱりしていいね、夏場はね、いいね、これね。減ってませんよ、大丈夫よ、うん、これも大丈夫よ、減ってませんよ、うん、そんなよ、仕事はしないとね、ダメよ、ね、生きていくためにはね。大丈夫よ、うんね、夏場はみょうががさっぱりしてうまいのよね、うん、そうだよね、うん、回線が不安定でごめんなさい、ね、なんかすごい不安定だけどしょうがないね、まあ、8月は今日でおしまいか。9月いっぱいで、あれ今 TBS ラジオの夜10時の番組を終了する。あれ、時間が変わるからね。おじゅうさんだよね、あれ、セッションだっけ。あれが夕方の3時半に積んだ、あれ。その後何するのか楽しみだあれね。うん、楽しみ本当。夜の10時の場合、10月から何なんだろうな、この時間帯。こんばんはね、うん、どうもミルキーさん、どうもこんばんは、うん、じゃあね、サバの水煮缶とみょうがね、うん、サバの水煮缶とみょうが、ドレッシングかけて、これ見ようか、うん、
いや、ぽい。回線が悪いからもう早く、今日早く終わろうか、やっぱり。回線状態が悪いからさ、しょうがないね。何も大丈夫よ。うん。あ、薄柄さん、こんばんはね。うん。パーさん、こんばんは。どうも。ちょっと途切れちゃうんでしょうね。ごめんなさいね。うん。あら、途切れちゃう。なんだろう。すげえ不安定だね。うん。まあ、しょうがない。やっぱり昨日おととい天体が行けばよかったかな。今思うとさ昨日おとといさ天体が行けばよかったな。やっぱ9月はさ台風シーズンだからな、天候悪いんだよな。でもな、8月はな虫多いからな、いろいろあってね、そこが難しいね、ほんとね。8月はさ、ね、天気いいんだけどさ、ね、虫が多いからさ、と思って、でも、9月になったらだって、台風シーズンになっちゃって、また雨が多いんだよな、ね、難しいんでしょうね。まあでも、9月に多少はね、夏場と比べれば、秋に近づく分、多少は減ると思うんだけど、Wi-Fi ですけど、しょうがないね。うん。しょうがないな。ね。まあ、どうせ山だからさ。うん。山は、どっちのライブ配信無理なんだよ。うん。天候だよな、天候。なんだろう、すぐ溶けるじゃんね。治った。あ、どうもね、メイクさんどうもね。大丈夫か、まあ、Wi-Fi だから、その時の人によってさ、うん、すごい不安定ね。ローカルの動画もアップしますんで大丈夫よ。まあしょうがないね。まあ自己満足なんで大丈夫よ。いつものように先げながらやってますんで、これで。まあ、長い間配信してれば分かりますがね、うん、不安定なこともあるもんだから、うん、それはそれで適当にね、そう、そんなもん、しょうがない。これがネット回線でも、いい時もある、悪い時もある、それが回線だからさ、そうよ。いい時もある、悪い時もある、それが回線なんで、ね、そう思って、今日は悪い時なんだと思って、しょうがないと思って、適当にね、時間を過ごせばいいんですよ。うん、もう慣れっこよ、ほんとね。昨日今日ライブ配信始めたじゃないからさ。悪い時なんかずっと経験してますんで。悪い時はしょうがない。まあ、こういう日もあるってことで。うん、バカでもいいですよ、どうもね。うん、またね、どうもね、ロスさん。じゃあ、サバの水煮缶とみょうがね、うん、ドレッシングかけて、夏
夏場の暑い時はさ、こういった香味野菜はいいよね。長ネギとかサミオカとかさ、さっぱりして、うまいよな、これ、ね、こういうの。うん、みょうがとかね、歯ごたえもいいもんね、シャキシャキして、うん。みょうがの難点はね、ちょっとね、あれ皮がさ、ゴキブリの羽、なんだっけ、羽が、羽っぽいんだよ、みょうがって。あれちょっとね、つらみょうが、みょうがのつらいとこは、あそこ、みょうがのさ、あれあるよ、わかるよね、みょうがのこういった皮がさ、一瞬ゴキブリの羽っぽく見えんだよね、あれあれちょっとつらいけど、しょうがない。みょうがのこういうとこがさ、ゴキブリの羽っぽく見えるのがちょっとたまにつらいよね、あれね。みょうがとゴキブリ。人のことをバカと言ってる人間が本当のバカね。どうもね。うん、そうよ、うん。人のことをバカと言ってる人間が本当のバカ。どうもありがとうね。うん、そういう意味で、こんな風に生存確認をやってます。人のことをバカという人間こそ本当のバカ。これ基本ね、これ基本ですよ。うん、まあ、お引きいたしました。発泡酒もこれでしまい。今日は回線悪いんでこれで終わろうかな。ではおやすみなさいね。また明日。皆さんありがとうね。おやすみなさい。はい、終わりました。さてと、じゃあ、この辺で、また明日。